人がいれば、ね、さらには、今日はじゃあ、レガシーをご利用いただきまして、ありがとうございます。少し、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 何言ってたか分からない、社長さんがいる。ね、いろんな車掌さんがいるわけで、それもね、聞くと結構面白くて、まあ、鉄道大好きなので、よくこういった、まあ、ネタになるようなですね、車掌さんがいれば、やってみたり、ドアが閉まりますっていう一言にしてもですね、もうほんまに今ドアが閉まりますってちゃんと言ったのかと、おい、ドアが喋りばそんなことあれんやろと、ちょっと突っ込んだりね、するんですけども、ね、まあなかなか面白い、車掌さんがそれぞれいたりしまして、通勤時間帯とか満員電車とかやっぱ東京人多いですから、満員電車に乗るときはですね、ちょっと憂鬱な気分にはなるんですけども、僕の場合はそういった車掌さんの声を聞いて楽しむという楽しみ方をしております、ぜひ皆さんも車掌さんの声を聞いていただいて、鉄道のね、鉄道乗らない人はね、そういないですが絶対鉄道っていうのは皆さんご利用になりますから、車掌さんの声っていうのはどこでやってもやっぱ受けるんですね。大阪でやっても、東京でやっても皆さんそれぞれ経験したこと聞いたことあるような声なので、ぜひ皆さんもやってみると盛り上がるというね、まあ多分どうぞやってくださいって言ってもやる人多分いないと思いますけど、ぜひね、駅員さんね、もうスタッフの方も、車掌さんの声聞くともう徳永君の声にしか聞こえないとかいう方もいらっしゃったりするんですけど、まあまあ鉄道の話をするとあと2時間ぐらい喋ってしまいますから。